私はこれまで数年間ですね、婚活パーティーを、まあ、何回か、主催してきておりました。で、そこはですね、脳科学理論を取り入れた婚活パーティー、まあ、イベントということで、一応画期的だなとか、または結果が出るなということで、大手新聞の一面に載ったこともございます。で、そういったパーティーにおいてですね、私は毎回必ず10分ほどのプチセミナーの時間を設けているんですね。で、そのセミナーの時間で私が必ず毎回来てくださっている男女の皆さんにお伝えしていることがあるんですね。それは何かと言ったらですね、皆さん、本日はわざわざお越しいただきありがとうございます。ただ絶対に皆さん、これだけは約束してください。今後一切絶対に婚活パーティー、結婚相談所なんかに来ないでくださいと。毎回お伝えしているわけですね。まあ、ちょっとこれおかしな話なんですよ。そうです。だってわざわざ集客して、ね、せっかくパーティーに来てくださっているにもかかわらず、そんな時間を縫って来てくださっている方々に対して、お前ら何婚活パーティーに来てるんだと、二度とこんなところ来るんじゃねえぞと言ってるわけなんですね。だからやっぱりね、毎回そのパーティーに来てる皆さん、驚かれるわけです。え、なんでそんなこと言うのって。で、まあその後に、まあ私は理由を言うわけです。じゃあなんで来るなと言うかと言ったら、やっぱり私は皆さんがキラキラできる場所に来ていただきたいわけですよ。そうです。いくら結果が出ると言っても、私の婚活パーティーも例に漏れず、やはり婚活パーティー、世間一般にあるそういった婚活とか恋活とかのイベントっていうのは、どちらかと言ったら、他力本願とか人任せな人、まあそういった、またそういったマインドの人が、結構来やすいわけですね。どういうことかといったら、やっぱり何ですかね、仕事とかまたは自分のことで精一杯で生きてきたと、気がついたら結婚適齢期だと、何だろう、親が結婚しろとうるさい、または周りの友達も何だろう、結婚しますとか子供ができましたとかっていう知らせをよく聞くと、じゃあ自分もそろそろ何だろう、結婚したり家庭を持ったりした方がいいのかなと、でもな、今までそういったことに全然見向きもしなかったからどうすればいいんだろう、あ、なんか結婚相談所とかお見合いパーティー、婚活パーティーとかやってるらしいな、ちょっとこういうところに行ったらなんとかしてくれるんじゃないかな、あ、じゃあちょっと行った方がいいのかな、行ってみようかなっていうふうに、そのスタートの時点でどちらかと言ったら人任せ、他力本願のマインドで始まってるわけですね。もちろん例外も多くあるでしょうけども、でもやはりそういったマインドで参加される方も多いわけですよ。じゃあそういうふうにですよ、誰か私を幸せにしてとか、まあなんとかなるだろうっていうようなマインドで参加していました。しかも服装はですよ、普段着ないような着飾った、ちょっとおしゃれした、要するに悪い言い方したら、取り繕った格好で行こうとしてるわけじゃないですか。で、しかも喋ってる内容も相手に嫌われないとか、どういうふうに見られてるんだろうとかっていうのを気にしながらの発言内容じゃないですか。だからやっぱり本当の自分を出してないわけですよ。だから仮にそこでうまくいったとしても、本当の自分じゃないわけですから、付き合ってても苦しいとか、または、なんだろう、違和感があるだとかになるわけなので、やはりうまくいきづらいと。だから たとえ結婚に行ったとしても、それは結婚というゴールを持ってしまったから、そこから先の生活というのは、そのゴールを過ぎた後だから、やっぱり相変わらず楽しくなかったりとか、相変わらず不自然だったりとかっていうことで長続きしないということがよくあるわけなんですね。そうじゃないんです。そうじゃなくて、私は皆さんにキラキラしていただきたい。皆様のキラキラできる場所で、多くの人と出会って、そこで交流して、そこで出会った異性の方と恋に落ちたり結婚していただきたいわけなんですね。じゃあどういったところに行ったら自分はキラキラできるのを教えてよと思う方いらっしゃると思います。例えばですよ。例えば、あなたが、そうですね。登山が好きとしましょう。山登りが好きとしましょう。でしたら、ぜひ山登りサークルに参加していただきたいわけですよ。もしあなたが読書が好き、本が読むのが好きだったら、ぜひとも読書会とか読書サークルに行っていただきたいわけですよ。もしあなたが海外旅行が好きだとか、または外国人とコミュニケーションを取るとか、英語が好きだったら、ぜひとも英会話カフェとか、英語サークルとか、そういった NPO でも何でもいいので、国際交流できる、そういったイベントに参加していただきたいわけですよ。そういったところに行ったら、あなたが好きでお金を払ってでもやりたいことなので、やっぱり楽しめるわけです。やっぱり頑張っちゃうわけですよ。やっぱり積極的に取り組めるわけですよ。ならばそういった風に積極的に自分から楽しもうとしている時のあなたなので、やっぱりエネルギッシュなわけです。やっぱり力にあふれてる、変な言い方ですけどオーラにあふれてるわけですよ。であるならば、やっぱりそこの場にいる周りの人たちっていうのは、あ、この人なんかすごいキラキラしてるなとか、あ、なんかすごいこの人優秀だなとか、すごいなとか、だってあなたの得意なことですからね。そう、好きこそものの上手なりですよ。だからあなたはその場で
ではもしかしたらリーダーシップを持っているんであるならば、だったら周りからしたらあなたはやっぱり尊敬の的なわけですよ。そしてその場にいる人も、その場にいる人たちもあなたと同じ山登りが好きだったりとか、または読書が好きだったりとか、または英会話が好きなわけじゃないですか。ならば同じ価値観、同じ世界観、そして同じもしかしたら経験値を持った人たちかもしれない。ならば話が合わないわけがないんですよ。その中でキラキラしてるあなたに二度と会いたくないかったら、やっぱりもう一度または何度でも会いたくなるわけですよ。だからそういったところで異性とか同性問わずに仲良くなっていただきたいわけですよ。そう、これをコアパーソナルプロジェクトと言います。コアパーソナルプロジェクト、例えばですよ、まあオタクとか引きこもりと言われてる人たちっていうのは、どちらかといったら我々のイメージで言ったら内向的、引っ込み思案な印象を受けるじゃないですか。でも彼らが自分の得意分野を喋るとき、例えばアニメとか鉄道の話をしてるときって、彼らは生き生きとハズラッとエネルギッシュ、エナジックにもめちゃめちゃ力強く喋るわけですよ。そういうとき彼らは外向的な要素を呈するわけですよ。であるならば、あ、そういう時彼らでも周りの人たちは、あ、この人詳しいな、もっと教えてほしいな、もっと仲良くなりたいなとなるわけじゃないですか。そうです。だからもっと自分の得意分野を発揮できる、もっと自分の強みを前に出せる、もっと自分がキラキラできる場所で、同性異性関わらずいろんな人と出会って、そこで経験を積んで、そこで人生の幸福満足度を上げて、そこでたまたま知り合った異性の人と、まあ同性でもいいんですけども、恋に落ちて、そして恋を育んで、そして結婚してもいいんじゃないかなと私は思うわけで、そっちの方が絶対に婚活パーティーとか結婚相談所にさまよい歩くよりも成功率は高いですし、幸福満足度は絶対高いと思うんですね。というのが私の見解、私が婚活パーティーで毎回皆さんに提唱していることなんですね。あの、どうしてそういう風になるのかとか、なぜそれが大事なのかっていうのを、うん、まあ、きちんと言語化して皆さんにも分かりやすく、でなおかつこう腑に落ちるような形でお伝えしていただけると、皆さんも次の行動に移りやすいのかなと思います、うん、そうですね、まあ、その言葉で、まあ、一人に順序を追ってお伝えするとか、または具体的な行動をご提供するということはもう私の得意とするところですので、まあ、そういった形でお手伝いできるんじゃないかなと思いますね。そうです。だからこの前半後半で分かれると思うんですけど、私ができることは、とはいえどうやったらキラキラしている自分、まあ、自分を発揮できる場所に行けるんだよとか、どうやったら自分が得意とするところを知れるんだよと、まだ自分は分かんないよ自分のことがっていう人に対して、コンサルティングな関わり方で発見していただいたりとか、または現実的にこういう場所に行ったらいいんじゃないかなとかっていうのをお伝えできると私は思います、はい。ちなみに高代先生はここではどういったことをされるんですか？そうですね、うん、まあ、私はやっぱりあの実体験をお話ししようと思うんですね、うん、自分がまあなんでそういうふうにあの結婚しようと思ったのかとか、うん、でじゃあ実際婚活やってみて、うん、本当にそれが欲しい自分の未来だったのかって言ったら、うん、まあ、そうじゃなかったんですよね、うん、であの自分が本当にしたいことに、まあ、気づくきっかけにもなって、うん、でなおかつあの本当にやりたいことがもし見つかったとしても、あの後でこう人からの意見でね、やっぱり結婚した方がいいんじゃないのとか、親とか人目とか気になるじゃないですか、うん、でそういうのをあの気にならなくなるぐらい、本当に自分がやりたいことに気づけるような機会にしたいなと思ってます、うんうんうん、なるほど、いいですね。やはり実体験からっていうのはいいね、うん、そうそう、だからなんだろう、その恋愛心理学だとかっていうその知識、学問的な知識っていうのはあまり現実に適用できなかったりするので、そういう実体験から、あ、こういうことを感じたんだけどあなたどう思うとか、うん、っていうふうにシェアしていった方が、うん、より現実を変えやすいかもしれませんね、うん、面白い、うん。